今回は治療に結びつける動作分析として歩行障害に対する運動療法の理論振り子運動についてご紹介したいと思います。個別の歩行障害に対する治療戦術を解説する前に、そのベースとなるこの振り子運動ですね、その原理を改めて理解するために、こちらの振り子運動についてご紹介したいと思います。で、この振り子運動なんですけど、立脚期の倒立振り子と有脚期の二重振り子が存在します。で、この振り子運動は歩行の基本的な力学的要件であり、歩行の推進力や安定性、歩行の効率などに関連します。以前の動画でもご説明した通り、この振り子運動によって、歩行の重心の移動が滑らかになるということですね。そしてこの振り子運動から考えれば、アプローチがより具体的なものが思いつくということになるかと思います。で、こちらの倒立振り子は、立脚期の状態、そしてこちらの二重振り子は有脚期の状態を表しています。で、この振り子運動から考えるアプローチというのはどういうものかといいますと、まずはこちら倒立振り子の視点から考えるアプローチとして、こちらですね、立脚期の前半としては、着地衝撃の干渉であったり、進行方向への速度の維持であったり、重心の上方移動というような特徴があります。そして立脚後期では側圧中心位置の前方移動というような特徴があります。これらを踏まえて、あとは以前ご紹介した、歩行のバイオメカニクスですね、どのように動くのかを、想像しながら、できてないところを、セラピストが、直接訓練として、誘導してあげるというような形になります。そして、もう少し付け加えると、こちらですね、着地の衝撃の干渉ということで、立脚期に、荷重が加わるということですので、しっかりこう荷重の衝撃を加えることによって、筋の活動を活性化させたりする方法も考えつくかと思います。あとは進行方向の速度の維持ということですので、スピードがゆっくりすぎると、歩行のリズムも低下しますので、ある程度こうスピードに乗ってこうリズミカルに誘導してあげるですとか、あとは重心の上方移動ですね。セラピストを解除するときに、少しこう上方への誘導を行いながら、立脚期を行うというふうに、歩行のバイオメカニクス、要するに倒立振り子の動きですね、それをイメージしながら、できてないところをセラピストが誘導してあげるということになります。そして立脚期の後半でしたら、側圧中心位置の前方移動というのがありますので、しっかり測定の重心がこう前方前側部に移動しているのかを確認しながら誘導してあげるということになります。この辺の動きですね、それを理解せずにするのと、理解してこうイメージしながら、セラピストが誘導するのとでは、やはり治療効果が変わってくるかなというふうに考えています。次に二重振り子の視点から考えるアプローチなんですが、こちら反対側への急激な体重移動、そして慣性モーメントによる膝屈曲が可能な誘脚速度、そして膝伸展筋の弛緩、これらが挙げられます。この一つ目の反対側への急激な体重移動なんですけど、どうしてもこう誘脚期で振り出す時には体重がこう反対側に乗っからないと、下肢がこう振り出せれないというのがありますので、なかなかこう足がこう振り出せない方の場合は、反対側への荷重の移動ですね、それをこうセラピストが誘導してあげる必要があるということになります。そしてそれがいきなりするのが危ない場合は、平行棒内で荷重の左右への移動の練習ですね、両手で手すりを持った状態で、右と左の体重移動を繰り返し行って、重心の移動を学習してもらうという方法も思いつくかと思います。そして2番目の慣性モーメントによる膝屈曲が可能な誘脚速度なんですが、これは振り出しに伴う速度ですね、加速度を誘導してあげると。で、この時にはこの股関節の屈曲の筋力になりますので、そこを意識した状態で下肢を振り出すと、という方法をセラピストが誘導してあげると。そしてこの3番目の膝伸展筋の弛緩なんですけど、この二重振り子が生じるためには、下肢のリラクゼーション、要するに筋が弛緩した状態が必要になりますので、これも意識しながら練習をしていくということになります。まずは平行棒内で、ステップを繰り返し、する中で、だんだん、膝周囲の筋ですね、それの緊張を、弛緩させた状態でこうブラブラと、振り子のように、前に出したり戻したりする練習を繰り返し行うというふうな方法も一つあるかと思います。このような形で、漠然と
歩く練習をするのではなく、この二重振り子の視点からいろいろと誘客機のアプローチが思いつくかなというふうに考えています。今回は倒立振り子運動と二重振り子運動の視点から考えるアプローチについてご紹介しました。はい、今回は以上になります。